さあちょっとここでリモートが、道枝くんとつながっております。道枝くんお願いします。どうぞ。どうも、なにわ男子の道枝俊介です。ふぅー、道枝のふぅ聞けました今もしかして。まあちょっと作戦会議でもしましょうかなと。はい。まあまずさ、このドリアイピンクっていうものが発足されたじゃないですか。そうですね。でまあ蓋開けてみたらやっぱり僕と道枝の2人だったじゃないですか。はい。その僕ドリアイピンクについてはどう思いました？いや、あの、なんていうんですかね、うん、やっぱりあのみんなメンバーカラーがこう赤とか青とかあって、うん、で結構みんな4人とか5人じゃないですか。多いな。けど僕と小瀧くんでピンクが2人しかいないっていう、あの関西ジャニーズで、うん、だからそれはすごいこう2人なんで、あの、うんうん、なんて言うんでしょう、すごい楽しみなところもあったりとか、またみんなとは違う感じもするので、うんうんうん、逆に僕あの、はい、道枝先生が、はい、あの東京ドームで、はい、ラウールと2人で青春アミーゴやってたやん。はい。俺だからラウールには負けられへんなと思ってんの。逆にラウールと道枝のあの足がめちゃくちゃ高く上がってる青春アミーゴ、俺間近で見てるからさ、はい、ちょっと緊張してる。先輩やけど。いや、あの、そうなんです。僕もちょっと緊張してて、小田君とこういう、こう、うん、曲をやらせてもらう機会っていうのはなかったんで、今までなかったな。確かに、はい、ましてや2人で。なんかそうなんですよ、あんま後輩と二人で歌うことなんか ないしな。そうですよね、うん、まあ多分その道枝と僕のつながりとかって多分知ってる人もいると思うけど知らん人も多いじゃないですか。はい。どんな感じっすか僕って。いや、あのー、まあ高校の後輩っていうのはもちろんあんねんけど、ね、何歳になったん？僕あの17です。あ、まだ在学中か。まだ、高校生で、今高3で、今年18なんですよ。おー、そうか。はい。え、ちょっとごめん。母になるって何歳なあれ？母になるはあれ、14歳とかでしたね。マジ？マジです。もう3年前で。あ、まだ。3年前か。3年前です。中学生の時だったんで。なんか、めっちゃちっちゃかったからさ、あの時。まあ、ドラマ中にめちゃめちゃ身長伸びてたやん。伸びました。だからあの、ドラマ中に身長が伸びすぎてて、うん。監督さんにあの、芯が繋がらないって言われて。まあ、成長期は仕方ないよな。そうですね。なるほどね。え、ゼロは、はい、ゼロは出てないんか。何やったっけ、もう一個でくらい出てなかった。俺スカですね。それか。それは、はい、一緒のタイミングでもな、被ってたもんな。そうですね、はい、白衣の選手と被ってましたね。そうかそうか、はい。まあ、なんとなく、まあ、なんていうやろ、道枝入った頃ぐらいから。え、いつ入った？僕は2014年の11月に入りました。2014年。はい、だからあのジャニーズ WEST の靴さんがデビューしてあの半年後ぐらい。はあ、なるほど。はい。でも道枝って最初から一目置かれてたイメージあんねんな。あ、そうなんですかね。いや、分からんけど、なんかそんなイメージ。あ、そうか、もう6年も後輩なんや。もう6年です、はい。俺丸12年もな、今年。あ、じゃあもう一回りぐらい違う感じですね。そうやんな。まあそんな感じの僕らですけども、はい、はい、なんか道枝はなんとなくこういうの歌いたいみたいなのあったもんな。そうですね、ありましたね。え、どっちかっていうと、まあ可愛い系かちょっと爽やか系か、はい、ガツガツかっこいい系やったよな。そうですね、どっちかこうやるならっていう、どっちかで行こうかなって感じやな。はい、はい。まあ、俺も結構それは思ってて、はい、このファンの方からいただいたこのツイート、はい、やっぱ多かったのが、はい、亀とヤマピーの背中越しのチャンス、あー、うん、と、はい、まあ謎に僕と流星のテリブルも入ってて。テリブル、そうそう、
まあ、これでもどうせやったら、まあ、もちろんこれでツイートいただいたら嬉しいけど、初めてのやつやりたいもんな、はいはい、あとやっぱ俺も道枝も山田くんに憧れて入ってきてるから。そうですね、山田くん大好きなんで、ね、やっぱ山田くんの曲も多かったな。ああそうなんですね。うん、あとやっぱ爽やか系で言うとニュースの皆さんの曲とかも多かったし、はい、ああ渚のお姉さまとかね。渚のお姉さま、俺があの個人的にあの曲大好きやねんけど。あ、分かります、テンポがねすごいいいですよね。そうそうそう、あとやっぱ青春アミーゴも入ってますね。あー青春アミーゴ、うん、まあなんか爽やかにいくのか、それこそなんていうの、先輩が2人でやってる曲をあえて2人でやってみるのか、うん、全然まあグループのかっこいい曲を2人でやってみるのか、結構迷いますね。やりたいことが多いんで迷うけど、まあ一応僕たちの中でまとまってるやん。まあそうですね、ちょっとまあなんていうんだろう、アピールポイントみたいな。アピールポイントあります、そのやるであろう、僕たちがやるであろう曲のアピールポイントというか、はい、まあ僕のこういうとこ見てほしいですとかあれば。そうですね、あのやっぱり僕と小瀧くん身長がどちらも高いじゃないですか、うん、いくつぐらいになったの。僕178になりました。おお伸びました。全然ジャニーズ WEST に入っても。そうですね、バランスが高い方やな、保てれる感じです。すごいな、うん、で、はい、なんであの身長が高いんで、うん、なんかこうその身長の高さをこう生かした感じの、うんうんうん、こう大きく動きを見せるような長い手足とダンスだったりとか、足が長いように見えるような感じの、足上げちゃって青春アミーゴみたいに。いや青春アミーゴちょっと横で、横で俺筋痛めてたらごめんな。まだ若いじゃないですか。ビチって言ってるかもしらんけど。ちょっとまあ、ストレッチも含めて頑張りますよ。はい、頑張ります。でもほんまに何話の日楽しみにしてるし、道枝と歌う曲もなんて言うんでしょう、はい、ちょっと俺も緊張してるけど楽しみにしてます。いや僕もすごい楽しみです。じゃあちょっと道枝さんの方から、はい、まあ、このベイじゃないかを聞いてくれてるリスナーの皆様へぜひメッセージをお願いしたいんですけども。はい、僕たち関西ジャニーズ、自粛期間の間ですごいたまりにたまったものを、うん、このなにわの日から大放出する機会に なっていますので、うん、ファンの皆さんもたまりにたまったものを放出してくれると思うので、うん、すごい僕たちとその、まあ、画面越しではありますけど、うん、最高のイベントになればいいかなと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。よう喋れるな。いやちょっと全然です、まだまだ素晴らしいな。全然ですよ、17歳、俺もう全然タジタジやったで。素晴らしいメッセージありがとうございます。でね、道枝、はい、この後に、はい、なにわ男子の曲を、はい、なんか道枝がかけたいやつをかけられたらなと思ってんだけど、はい、なんか曲振りして道枝俊介でしたって言ってもらえたら曲いきます。わかりました、お願いいたします。はい、それでは聴いてください。なにわ男子でなにわラッキーボーイ、道枝俊介でした。道枝ありがとう、ありがとうございました。はい、またメールするね。あれ道枝先生。あるよねこういうこと、楽しみにしてるよーっていう、去り際でちょっと先輩がちょけて、もう後輩は耳から話してるってパターンあるよね。そんな気持ちで聞いてください。